背中をほぐして全身を温めるヨガを本日はご紹介します。最近ね、背中ほぐしストレッチだったりヨガだったりをご紹介してるんですけど、なんといっても初めての方向け、体硬い方向けの優しい内容が多かったんですね。でもきっと運動が好きな人もいるだろう、最近ちょっと同じ動画ばかりでマンネリしてしまったという方に向けて、今日は少し動いていこうと思います。背中だけでなく下半身も一緒にほぐせる内容になっていますので、ぜひぜひ楽しんでやってみてください。それでは早速始めます。はい、それでは早速始めます。まずは正座の状態を作って、両手を体の横に下ろしましょう。腰を立てて、おへそを縦に長く、背中を伸ばし、肩の力は抜いておきます。大きく息を吸い、右手を横から上げて、吐きながら体を左に倒しましょう。肩と耳が遠ざかるように、左肩はストンと下ろして、深く息を吐きます。吸いながら体を起こし、吐いて腕を下ろして反対です。で、反対の手を上げ、吐きながら右側に倒れる。左半身を大きく伸ばすように、半円を描くようなイメージで腕を伸ばしていきましょう。それでは次、動きを変えます。吸って体を起こし、吐いて腕を下ろしたら、吸い息右手を上げ、吐きながら体を左に倒して、そこから右腕を後ろに回していきます。ゆっくり大きく回して、胸から肩につながる筋肉、肩甲骨の周辺の筋肉、動かしていきましょう。ラストもう一周いきます。はい、では手が斜め上に戻ってきたら、吸いながら体を起こし、腕を下ろして反対、吸って吐きながら右に倒れる。吸いながら腕を後ろに動かしましょう。吐きながら腕前半分、胸の中心から腕を動かすように意識をしてみてください。ラスト一周いきます。次に腕が斜め上に来たら、動きを止めて体を起こし、手を下ろしましょう。そのまま両手を前について、四つん這いの状態を作ります。肩の下に手首、足の付け根の下に膝を置き、顎を軽く手前に引いて、平らな背中、首の後ろを作ります。鼻から大きく息を吸って、吐きながら背中を丸めましょう。視線膝の間あたり、手のひらでマットをグッと押して、丸い背中、お腹を少し縮めます。次の吸う息で斜め上を見上げて、胸を高い位置に引き上げましょう。呼吸と一緒に繰り返します。吐いて背中を丸める。吸って長く伸びていく。大きくゆっくり吐いて、ご自分の呼吸のペースで繰り返してみてください。では次に天井の方を見上げた方は、吐きながら四つん這いへと戻ります。四つん這いに戻ったら、もう一回息を吸って、吐きながら両腕を前にずらしていきましょう。お尻の位置はそのまま、胸両脇を床へと下ろしていきます。顎かおでこを床につき、そのまま鼻で呼吸。お腹の力が完全に抜けないように、みぞおちの方に自分のお腹を引き込んでいきます。両脇から背中につながる筋肉が伸びるのを感じましょう。では手を手前に引いて体を少し一度休憩します。お尻かかとの上、頭の上、チャイルドポーズです。肘を軽く曲げて、肩の力抜いてみてください。丸くなった背中にたっぷりと呼吸を入れて、深く吐きます。
2、3回大きく呼吸をしたら、両手を顔の横についてゆっくりと起き上がり、四つん這いに戻る。四つん這いに戻ったら、足を後ろに伸ばし、つま先を床に立てて、そのまま腰を上げます。ダウンドッグに入りましょう。足は腰幅くらい。いけそうだったら、かかとを床の方に近づけて、一番は体重が前に残らないように、お尻を斜め後ろに引いていきましょう。膝曲げたり、かかと上げてもいいので、両腕で床を押して、まっすぐな背中キープします。そのまま2、3回深呼吸。では少しだけ膝を曲げ、視線を手の方に向けましょう。右足を手と手の間に出します。左の膝を床について、足の甲を寝かせる。吸いながら両手で床を押して視線を前に向けてください。大きく息を吐いて。では左手は床についたまま、息を吸いながら右手を天井に向かって上げていきます。右の膝と左の胸を中心で近づけ合って、しっかりと体をねじりましょう。いけそうだったら上げている右手、手のひらの向きを反対にして、くるっと右手の甲を左の腰に当てます。深く息を吐いて、さらに体の中心をねじっていく。ラスト一呼吸です。大きく息を吸い、深く吐いて。では右手を天井に向かって戻してから足の横へと下ろしましょう。後ろの足、つま先を立てて右足を後ろに引いてダウンドッグです。ダウンドッグのまま呼吸。反対側も同じ動きしますね。両膝を軽く緩めて視線手の方、左足を手と手の間に出したら右膝を床につき足の甲を寝かせる。指先で床を押して背中を遠くに伸ばします。深く息を吐き、肩は力を抜きましょう。右足の付け根が伸びているのも感じて、では右手は床についたまま息吸いながら左手を天井に向かってあげ、体をねじります。左の膝が一緒に外に開きやすいので、右胸と近づけ合ったまま、いけそうだったら左腕を大きく回して右手の腰に当てましょう。肩が内側残らないように左の肩ごと後ろに引いていきますね。最後大きく深呼吸。では一度左手を天井に伸ばしてから足の横へと下ろしましょう。そのまま左足後ろに引いてチャイルドポーズです。頑張りました。背中や肩の周りポカポカしているのを感じてみてください。両手のひら、顔の横につき、背中丸めながらゆっくり起き上がります。起き上がったら大きく息を吐いて。本日は以上です。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがでしたか？ダウンドッグだったり、足を大きく前後に開くポーズだったりね。そして今日はねじりのポーズも入れましたので、普段のほぐしだったりストレッチだけでなく、今日は意識的に筋肉を使っていきました。そろそろ次のステップに行きたいな、ちょっと久々にやった感出したいなと思う方は、ぜひ今日の動画続けてやってみてください。今日の動画参考になったよ、やってみますと言ってくださる方は、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そしてコメントでね、皆さんの感想を見るのも私の楽しみなので、ぜひ今日も何か一言書いていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。